はいどうも、白熊先生です、えー。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはそんな僕が気になるニュースについて解説考察していくっていうチャンネルとなっております。 え今回取り上げたいニュースは何かっていうと、元女優の若林志保さんにですね、かなりですね、ひどいですね、性加害をしていたということを告発されてしまったですね、長渕剛さんなわけなんですけども、今回ですね、長渕さんがなんと YouTube チャンネルでですね、初めて動画でこの件について言及しました。はい。でえ、いわゆるですね、その結果、テレビから干されてしまったことだったりとか、今の思いとかをですね、告白しているわけなんですけども、まあ、はっきり言いますけど、相当ですね、内容がやばいです。はい。えというの何かっていうと、 キーワーワド連発しすすぎっていう感じで長、うん、渕さんの近い人がですねきちんとこの動画を見て編集したりだったりとかこれの動画をですねおくらいにしようっていうふうになんで言わなかったのかなっていうふうに本当に僕は思います、まあ、今回はですねこの長渕さんの NG ワードドラけの動画の主張だったりとか、えー、それについてですねちょっといろいろ考えていこうかなというふうに思っております えまずなんですけども、元女優の若林志保さんですね、天まで届けとかですね、そういう人気ドラマに出ていた方ですね、その方がですね、過去に長渕剛さんからですね、かなりひどい性加害を受けたということを X で発言して、かなり話題になっています。まあ、ちなみに若林さんはですね、それ以外のですね芸能人にも多数性加害を受けています。まあ、だから言ってみたら、当時の芸能界は本当に乱れきっていたわけなんですよね。今みたいにコンプライアンスがガチガチの世界とは訳が違いますから。はいまあ、ちなみにでですすねね若林さんはその件をですね最近 ですね、初めてですね、記者のインタビューを受けて自分の口でしっかり全部語っておられますちなみにその内容に関してはですね、僕動画にしているのでちょっと僕の過去動画を見ていただければいいんじゃないかなと思いますでなんですけどもある種ですねその長渕さんがそれに対するアンサー動画と言いますか初めてですねこの件について言及したわけなんですよね、うん、はい。 で、えー、その長渕さんといえばですね、最近ですね、自身の YouTube チャンネルを始めたんですね。これ何かっていうと、長渕剛の YouTube now, now Now っていうですね、まあ、now 今ですね。はい。というですね、YouTube チャンネルを最近立ち上げたわけなんですね。そして、4月11日にある動画を公開しました。え、これはですね、長渕剛誹謗中傷へのメッセージという動画なんですね。うん。これは何かっていうと、結局、その若林さんがですね、その件を告発した結果ですね、え、その批判の声がですね、たくさん長渕さんに来たわけなんですよね。 で、それに対しての、まあ、長渕さんのアンサー動画という感じになっています。はい。で、まずですね、長渕さんはこの動画の中でこのように語り出すんですね。えー、この数ヶ月さ、具合が悪いんだというふうに言うんですね。うん。まあ、つまり、自分は誹謗中傷によって悩まされているんだよということを言います。はい。そしてこう言います。なぜ十数年前、二十数年前のあの時にも、えー、もし、あの時、もしそういうふうにね、それが辛かったと思うんだったら、なんで言ってこないの刑事事件でしょってなってくると、俺捕まってるはずじゃんって言うんですね。うん。まあ、つまり、長渕さんは、 さんはその若林さんがですね告発した件っていうのは10年20年前にあった事件なんですよねだから本当に嫌だったんだったらその時に言えばいいじゃんってこと言ってるんですよなんでその時言わないんですかなんでその時警察に言わないんですかとはい。 ね、えー、だって、えー、あれは、もしね、若林さんが言ってることが本当だとしたら、あれは立派な刑事事件でしょ、と。うん。じゃ、なんで警察に言わないんですか、と。はい。言わないってことは嘘なんじゃないのか、っていうことなんですね。うん。だから、この段階でですね、すでに NG ワードがね、もう2つ3つ出てますよね。うん。えー、まずなんですけども、この性加害を告発した女性に対して、なんでその時言わなかったのか、もうこれ NG なんですよ。うん。 もうこれは、もう本当にこれはもう多数の女性が裁判だったりとか、その後のいろんなインタビューとかね、なんだったらそういった女性を助ける NPO 法人のね、いろんなそういう方をとのですね、まあサポートしてきたね、代表者の方もみんな、もうみんなみんなみんな言ってるんですけど基本的にすぐ言えないんですよ。すぐ言えない。はい。すぐ言えないのがもう当たり前なんですよっていうふうな認識で、これから先の人生生きてたのはダメなんですよって話なんですよ。はい。それこそね、一昔前、二昔前はなんでそれを言わないんだ言わないってことはね、 それを楽しんでいたんじゃないか。みたいな、そういった意見もあったのかもしれないけども、もう近年ね、そもそも言えないものなんですよって。うん。すぐ言えないから、これは怖い話なんですよっていうね。はい。なんだったら、数年後にやっと言えることもあるんですよと。これが当たり前なんですよっていうね。そういう風に、被害にあった多数の人たちが言ってるわけなんだから、もうこれから先の感覚としては、基本的には性加害っていうのは、すぐ言えなくても全然当たり前のことなんだよ。警察に言えなくても全然当たり前のことなんだよっていうですね、そういう前提を持ってですね、もうこういう件に対しては対処していかないと。 いいけないんですよ、はい、だから、すぐ警察に言えないからこそ、じゃあどういうふうに対処するべきなのかとかですね。それを前提とした上で、じゃあその上でどうするかってことをもはや考えていないといけない時代に、もう完全に入ってるんですよ。もう2024年は。もう入ってる。はい。にもかかわらず、未だにですよ。ね、10年、20年前にその時そういうことがあったとするんだったら、なんでその時言わなかったのなんで警察に言わなかったのっていうね。はい。 しかもそれを、ね、それをさ、したとされてるさ、ね、容疑者側が言ってるっていうね。はい。百歩譲って、これをですよ、長渕剛さんのファンだったりとか、まあ分かんないですよ、ファンだったりとかもいいし、もしくは第三者の人間が言うんだったら、まあそれもどうかと思いますよ。それもどうかと思うけど、まあ、百歩いや千歩いや万歩譲って、それだったら分かるけど、そのね、被害を実際に訴えられてる側である長渕さん自身がそれを言うっていうところも、もうこれも全部 NG ですよ。うん。もうたったこのね、数行の中に何個 NG があるんだいっていう話なんですよね。うん。 で、実際ですね、長渕さんですね、えー、こういう風にですね、若林さんに告発されて、不特定多数の誹謗中傷を受けた結果ですね、何が起われ何が起きたかというと、なんとですね、長渕さんですね、そのライブツアーをやるね、はずだったらしくて、それのプロ,プロモーションにですね、支障をきたしてるって話なんですね。こう言ってます。えー、テレビプロモーションをやろうとしたら、全部ノーサンキューって言ってます。はい。まあ、つまり、そのライブのですね、宣伝で、まあ、いろいろメディアに出ようとしたんでしょうね。そしたら、全部ですね、テレビ、まあ、メディアがですね、長渕さん禁止、やっぱりな,なしですっていう風に、 断られてしまったっていう話なんですよね。うん。まあ、そりゃそうですよ。だから、それはやっぱりもう時代が違いますから。ね。昔だったら長渕さんくらいの権力があったらですね、テレビ局もですね、そういうことを訴えている女性、女性がいたとしても、関係なくあなたを出したかもしれませんけども、それは昔の時代の話ですから。ね。令和の時代はそういった疑惑、しかもかなりね、克明な告発をされている方ですよ。抽象的な告発じゃないですからね。かなり克明で、えー、ね、かなりですね、詳細の部分まで告発されているような人を、わざわざテレビ側、メディア側はですね、そんなリスクを取ってまで使いませんよ。 っていう話なわけで、すよ、うん、で長渕さん自体はですね、えー、その、えー、若林さんのですね、告発については完全に否定しているという状態になっています。そしてこう語ります。えー、薬やってるとかなんだとかめちゃくちゃ言われてさ、大体薬やってるやつがこんな体力あるかって、性加害を受けたとかなんだとか、レイプされたとか言ってるその人は、監督の下で一つのチームで前進する一員、俺がなんで殴らなくてはいけないんだよ。誰がそれを証言できるんだよっていうんですね。はい。 いやー出たね。<laughs> 誰がそれを証言できるんだよっていうね。うん。まあ、そもそもですけども、本人が言ってるっていうことが、ある意味一つのね、まあ、ある意味ですよ。これ、ある意味ですけども、一つの証拠ですからね。はい。基本的に性加害なんて、証拠なんてそんな想像ないですから。はい。ないからこそ、逆に言えば、その本人が言えてるってことが、まず一つの証拠なんですよ。ね。まあ、でも、かといってですよ。かといって、じゃあ、何から何までその女性の言うことを信じろって僕は言ってるわけじゃないですけども、少なくとも若林さんの話してることに僕は説得力あるなっていうふうに思いましたけどね。はい。 でですね、さらに若林さん自てこのように言います。えー、あの当時お互い若くてあの子が妹役に抜擢されました。その中で彼女は僕の妹役に徹してくれた。今でも感謝しています。というふうに話してるんですね。うん はい。で、今回の件に対してですね、えー、ファンに対してですね、いち早く説明したかったっていうふうに、長、えー、渕さんは語ります。はい。これまで、えー、沈黙を守って、今になって肉声でコメントしたのは、自身の YouTube チャンネル解説がきっかけになったということですね。はい。だから、えー、今回ですね、えー、若林さんにきちんと説明してですね、まあ実際問題ですね、本当にね、何か話があるんだったら来てほしいって言ってるんですね。うん。こう言ってます。話があるならおいで来てほしい。あの時みたいにお兄ちゃんと慕ってくれるんだったら力になりたい。心から思っています。とはい。 このように言ってます。では、また出ましたね、NG ワードね。話があるなら直接来てくれと。はい。いや、だから行けるわけないでしょって話なんですよ。行けるわけないでしょと。うん。 ね。だって皆さん、例えばこれ会社で考えてください。会社。ね。会社で、例えば部下がある上司からとんでもないパワハラとかモラハラとかセクハラを受けたとしましょう。で、それが本当に辛くて、どうしても許せないから、会社を退職し、そして弁護士を通じてですね、何か会社に訴えてたりだったりとか、まあ個人でね、その、え、相手の上司を訴えて、訴えてたりとか、まあとにかくですね、法律を使ってですね、弁護士さんを間に入れて、何かしらの、ね、方法で訴えたとしましょう。うん。 ね。で、その時にですよ、相手の方がですよ、はい。話があるなら直接来いよ。なんで弁護士なんか通すんだよ。ね。ちょ、直接来て話そうじゃないか。俺とお前の仲だろとかね。はい。いうようなもんですからね。いや、行けるわけはねえだろって話なんですよ。行けるわけはねえだろと。はい。そういうふうに、何かしらを間に入れてる。 ね、段階で、まあ僕が今言った例だと、間に弁護士でいるとか、それこそ若林さんの例で言うんだったら、間に X ですよね。はい、そうやって SNS をかますっていうね、点もそうですけども、そういう風に、間に何かをかましてる段階で、あなたともう直接話したくないんですよ。怖いんですよ、あなたは。あなたは私にとっての加害者なんですよ、ってこと言ってるわけなんだから、その人がですよ、何か言いたいことがあったんだったら、あるんだったら、直接言いにくい恋を話そうぜっていう風に言って、ね、もう本当に <laughs>、もう、何にもわかってないですよね。何にもわかってない。うん。 はい。そんなことをさ、訴えられてる側が言ったところでさ、誰もそんなのに共感しないよっていう話なんですよ。うん。ね。いやだからこのあたりもまた NG ワードなんですよね。NG ワード。うん。直接話したらいいじゃないかっていうね。うん。話せるわけねえだろと。直接話せるんだったら話してるからね。そう。これすごい大事な話なんですよ、皆さん。ね。直接話せるんだったら話せるんですよ。ね。話せないからこそ SN、SNS だったりとか、弁護士さんを使って告発するわけですよ。はい。 うん、これをやってる段階で言えないんです。直接言えないんです。あなたは怖いんです。おっかないんです。っていうメッセージなんですよ。にもかかわらず、その人に対して、ね、いいじゃん。恋を話そうぜ。来てくれよ。っていうふうに言って、もういかにですね、会話が成立しないかっていう話なわけですよ。うん。ね。 だからね、ほんと、長渕さん、だから長渕さんって何歳ですかね、この方。も六60とかな、67か。長渕さんもう70なんですね、だからね、大体。うん。まあ外見は確かに若いかもしれないですけど、も七70ですよ。うん。で、やっぱそうなってくると、まあもちろんね、世の中の70歳全部が悪いわけじゃないですけども、ね、世の中の70歳でも全然ね、今の世の中の考え方にアップデートできてる人は全然いくらでもいますけど、少なくともこれだけは言えるのは、長渕さんは現代の考えに全然アップデートできないよって話ですよね。はい。 これは間違いないんじゃないかなっていうふうに思います。うん。だからある意味日本が一番大雑把だった時代にですね、ブイブイ言わしてきた人なわけですからね。まあ、だからやっぱそういう人がですね、今更70歳になってね、価値観をアップデートするっていうのはなかなか難しいと思うし、うん。だから僕はやっぱり長渕さんの言うね、このね、えー、実際行為をと一緒に話そうぜとね、直接話そうって言ったりだったりとか、なんでその時警察に言わなかったんだ、周りに言わなかったんだっていうのは、これ多分ね、本心だと思うんですよ。本心。 本当の本当の本心で僕は長渕さんをおっしゃってると思うんですよね。そして本当の本当の本心で言ってるからこそ問題なんですよ、皆さん。はい。ね。だから問題なんですよ。本心から言ってるからこそね。いやだから僕ね、これ長渕さんのスタッフもこの動画マジで僕出さない方がいいと思うんですよ。マジで。マジで。うん。スタッフの人もなんでこれをうまくもっと編集してそういうところ全部カットするとか、なんだったらオクライにするとかさ。 できなかったのかなって思うんですよね。これ投稿したらどうなるかってことぐらい、その周りにいるスタッフでマジで一つも考えられなかったのかなっていうふうに僕はシンプルに思っちゃいますけどね。うん。本当は、いやいや、長渕さん、やばいですって、さすがにこの内容を公開するのは、このこ内容を公開したら絶対逆効果ですって、長渕さんっていうふうに思いながらも、ではやっぱり長渕さんが怖くて言えない。ね。つまりその若林さんと一緒ですよね。言ってみたらスタッフが若林さん状態になってるっていうことがもう全然あり得ますからね。はい。本当は、ダメだって長渕さん、こんなの公開したらとんでもないことになっちゃうと思ってるんだけど、いやでも長 長渕さんを怒らすと怖いからな、うん、分かったっていう風に、なんか納得したふりして、アップしよう、公開しよう、カチャカチャカチャ、みたいな、で、案の定大炎上して、ほーら見たことか、みたいな、うん、ことになってんじゃないかなって思いますよね、うん。だからそう考えるとね、もしも今もスタッフが、まさに当時の若林さん状態になってるとするんであれば、長渕さんは何も変わってないんだなっていうことがよくわかるっていうお話ですね。はい。えー、というわけでですね、今回はコメントで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方は、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントありましたら是非よろしくお願いします。どうもありがとうございました。